先月末から4日間にわたりテキサス州オースティンで開かれた第14回世界故障会議。世界35カ国から名だたる専門家や研究者らが各国の水問題について議論を交わしました。水質調査や化学分析を手掛ける近江八幡市の企業日吉、長年故障会議で研究成果を発表してきました。この日発表したのは新たに開発したダイオキシンの分析方法です。遺伝子を組み替えた特殊な細胞を使い、時間の短縮とコスト削減を両立した画期的な分析方法です。日吉はこの分析方法を世界基準にしたい考えがあるのです。その根底には日本の企業としてのある信念がありました。ここは一応その水処理関係の実験室なんです。故障会議に参加した日吉の社員田中さんたちはこの日、共同研究者の母校である地元テキサス大学の研究室を訪れました。これまで多くの日本人研究者が学んできたテキサス大学ですが、訪れたメンバーは厳しい現実を目の当たりにしました。僕がいた時はソフニング、日本人はほとんどいないですよね。わざわざテキサスまで、それこそね、テキサスって聞いたらみたいな感じでありますからね。全米でも最高峰の研究実績を誇るテキサス大学、本部キャンパスとなるオースティン校だけでも学生数は5万人にも及びます。アジア地域では中国や韓国からの留学生が目立つ一方で、日本人留学生の数は年を追うごとに減少し、今では全体でわずか58人。語学力に自信のない学生が増えたことがその背景にあるようです。アメリカで勉強しないと逆に、日本のことがよく見えてくると思うんですよね。なのでぜひ今の学生さんにはぜひ海外に来て勉強するような、ね、気持ちで来てもらえればなと思うんです。逆にテキサス大学で熱心に日本語を学ぶ学生たち、この日の授業のテーマは日本への留学です。日本のアニメや漫画に影響を受けた彼らは日本への留学に強い関心を寄せます。勉強すればするほど興味をだんだん持つようになって、そしてちょっと日本語に取り付けれたぐらいでしょう。できれば声優になりたいです。日本語の声優さん。もちろん日本に行きたいです。とにかく勉強したいっていう気持ちがすごく強いんで、だからそれはこちらで教えてて、すごくやりやすいですよね。日本の企業で働きたいっていう人が以前に比べてやっぱり減ってきてるんで、やっぱその辺も日本の経済力とかそういったものはもろに影響してきてるとは思います。日本ブランドを世界に発信したい、その実現のため日吉はこれまで留学生の受け入れや技術者の派遣で海外の技術力と人材の育成に取り組んできました。オースティンの現状はまさに世界で勢いを失いつつある日本の姿をそのまま映し出している。日吉は今改めて世界的な視野を持つ日本人の育成が必要不可欠と感じているのです。ダイオキシンの研究は大変重要なものです。こうした民間企業の取り組みが環境保全に役立つなら、それは実に素晴らしいことです。なんですかね、深い部分まで あまり理解できなかった部分もあるんですけど、まあ、今度は自分のが中心に関わった内容で発表できたら嬉しいなと思います。発表できる社員がいるということは、まあ、他のうちの社員にとっても励みになると。でまた日本人が思っている以上に大きかった世界からの期待。今回の故障会議から見えてきたものは、日本や滋賀の小さな取り組みが持つ大きな可能性でした。再び世界をリードできるかどうかは、日本の、そして滋賀の底力にかかっています。